今日はレゴでコロコロ貯金箱を作ってみました。イエーイ。見た目はこんな感じ。ここに色とりどりの魚がいます。それではまず5円から。結構詰まります。次10円。じゃあ次50円。そして最後100円。なかなかいすいませんけど、いった。そしてここから貯金しております。ちなみに1円と500円、なぜ転がしてないかというと、1円は絶対にどっかで止まります。今行きそうだったけど。そして500円玉はまあでかすぎてここで確実に詰まります。みんなも作ってみてね。他の動画も見てね。バイバーイ。